きますよ。おー、風来てる。できましたやった。はい、皆さん、綺麗に整いまして、もう散らかってましたけど、全部ね、掃除しまして、ちょっとこれをですね、配線をまとめつつ、綺麗にまとめていきたいと思います。なので、ちょっとですね、でちょっと這わしていこうかなと。それであとちょっと他にパーツ買ってるんで、まあこのカゴ系をどうしようかなっていうのと、あとは、フィルターをつける。そして、あとはまあそうですね、あとマグネット買ってきたんで、そのフィルターをマグネットでつける。よくあの換気扇のね、上につける感じのなんかマグネットでペンペンってつけるじゃないですか。なんかそんな感じでできたらなっていうので考えていきたいと思います。まあこれはね、まあ実際にこうつけた方が早いんじゃないかなっていうことでこうします。であとちょっとケーブルをこういうものでうまいことつなぎ合わせればいいかなと思いまして、こういう風によくケーブルを保護してるじゃないですか。それでやりましょうという感じでちょっとね考えてます。ちょっとじゃあちょっとね、ここまずはプロペラ自体を込めましょうか。タイラップは豊富にありますからね。さあ、ようやくね、完成の兆しが、動くとこまで行きましたからね。タイラップ止めしていきましょうかね。あ、ちょっとこれタイラップ長いかな。まあいいか、もうちょっと短いんで。はい、まあこれでですね、まとめましたんで、こういうことでちょっとプロペラが引っかかってましたね。はい、か、とりあえずプロペラがに当たんなきゃいいんで、そしてこのまま持ってくるんですけど、このね、あの ESC っていうところ、ちょっと分かりづらいかな。C、ね、こちらの方がですね、ちょっと一応、むき出しになってるとちょっと、あれなんで、ちょっと、つけます。その収縮チューブはね、こちらですね。こちらをつけたいと思います。こちらに通して。ガガーンと通して、それでこれをライターの熱で炙る。まあこんな感じかな。はい、はい、いい感じにつきました。もう両面テープでつけとこう。それが一番いいかも。まあ、ケーブル自体は全然伸びてるんで、ちょっと落ちましょうか。はい、はい、このようにつきました。こうやって、はい、でちょっとこっちに寄せながら、そしたらちょっとこのケーブルをね巻いちゃいましょうか。懐かしいな、これ。ヘビみたいなやつ。あ、よっ、仕方がないですね。よいしょ。あ、よいしょ。あ、いいんじゃない、これで。で、ここをはわして、ここを何で止めるかだな。どうしようかな。あ、そっか。一旦ね、これなんですよ。これをね、通さなきゃいけないと思って、ちょっと通したいけど、プロペラのピッチをね、ちょっと高めますか。ね。これちょっと、あれだから。
それでこうつけるか。どうです？ほら、バッチリじゃない？バッチリだよね、もうね。あ、でも下通していいか。下だな。下だ。横じゃない。横ではなくて、下を通していいか。そう、その前にちょっとプロペラ交換しようかな。はい、ちょっとペラを変えます。この、ゴノゴノさんにします。ね。ピッチが深い方がいい。あ、これ逆だな。じゃあな。はい、これはね、ペラはね、揃えなきゃいけませんので。プロペラはね、これじゃない。これか。これですね。はい、揃えましょう。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでつきました。それでね、これをつけるのどうしようかなと思ったの。でもね、いい方向を考えたんですよ。これね、プロペラがダメになったりとかした時にやるでしょ。降下する可能性があるでしょ。だからそうした時に取り外しができるようにするから、本当は両面テープでつけちゃおうかなと思ったんだけど、プロペラがね、交換できないと困るんで、僕はですね、この隙間テープ買ってきたんですよ、これ。それをここに貼り付けて、で、こう、なんつうの、そのテンションで、はめちゃおうかな。これちょっとね、隙間があればね、はまるのよ。だから、それでいいかなと思って、この隙間テープで、この隙間テープうまく利用してやればハマっちゃうんじゃないかなっていうところですね。そう、これね、多分ね、触って貼っちゃえばいい感じにいけると思うんだよね。ちょっと、しかもね、そんなギリギリまでなくていいから、これを上下に貼っとくね。まあこれで、そう、下手ってきたらさ、ほら、付け替えればいい話なんで、それでバッチリでしょね。よいしょ。それで、これを貼りましょう。そっちまで行っちゃって、貼っちゃいましょうね。はい、もう貼っていきます。はい。で、上の方にも貼りましょうね。どうですか、これで。それでこれつけちゃったらバッチリじゃないの、これ。これね、下から通します。この下穴から。下穴から通して、横逃げさせます。ズズズズンと。結構パスパスかな。あ、でもいける。俺のあれは合っているかもしれない。きたー、見てこれ、完璧じゃない？ほら、完璧。落ちてこないもん。さあ、これをつけまして、さあ、いきますよ。お、なんか早い段階で回るね。お、吸われてる。めっちゃ空気出てんだけど。これいいね、マジで。OK です。完璧じゃない。あー、どうしようかな、これ。これでさ、中に貼ると汚れるか。本当はここにつまみつけてやっとくのがいいなと思ったけど、いいか、これは出しといていいかもしれない。ただここを何で止めるかだね。ホットボンド、いや、でもこれ外す可能性があるから、
これはフリーにしててもいいかもな、あえて。うん、そうしよう。別にフリーにしてて避けていてもいいからな。オッケー、フリーにしましょう。それでね、僕磁石買ってきたんですけどね、これ板磁石と、板磁石っていうか板磁石とこの磁石、これを、要はこの四つ角にこいつを貼って、で磁石をつけるという感じにします。ちょっとやってみようかな。これ両面テープになってる。ここにさ、こう両面テープでくっつけて、うん、まあ、その両面テープがどのぐらい持つかどうか知らないけどね。こう板状の買ってきて、でこれをつけます。弱いかな、逆に喧嘩しちゃう。なんか強力でもないけどね。逆に鉄とかの方がいいのかな。鉄だけ貼ってこれを止めちゃった方が。それかこれ止めようかな。あ、これでいいじゃん。これ買ったけどもったいない、もったいないけどしょうがない。これでいいじゃん。これ4つあるんだから4つ貼っちゃってさ、その上からこれ貼ればいいんだもんね。そうだ、それの手があったよ。これこそあれかな、ホットボンドでつけちゃっていいかな。そうしよう。これ両面テープだって剥がれる可能性あるもんね。そしたらこれこそホットボンドでつけてここにつけちゃおうね。ホットボンドが外れる可能性あるけど、ホットボンドか主軍か、どっちがいいかな。主軍にしようかな。主軍っていうのもありだね。意外とすげえこの便利な主軍くん。これで磁石を貼ってきましょう。あ、それいいかもな。これでブチューってやって、はい、ブチューってやって、あ、それ縫いすぎた。あ、痛い。これでいい感じにちょっとやれたらいいけどね。どうだろう、ここまではいいんですよ。ここまではね。でこいつは乾いてね、乾いてこの4つ今つきました。乾いてこの子ですよ。この子ですよ。これをねこうやっていくんですけど、どうしようかな。でそれね、最終的にほらこれ買ってきたから、これでつまんでいけるでしょ。これでつまんでいけるでしょ。ほらまあ20ぐらいにしてつまんでって貼り付ければちょっといい感じになるんじゃない。全面的に本当は横ぐらいもやれた方がいいのかな。横の方がいいのかな。横だとあれか、ちょっとどうだろうね。まあいいや、ちょっとこれで押さえていきましょう。はい、ちょっとこの磁石が乾いてきたようなんで、ちょっとね磁石を貼ってみようかなと思いますけどね。でもこれここだけでいいのかな。これを貼っていきますね。よいしょ。よいしょ。これでいいでしょ。ほら。でも待って。これでやったら、そっか、横の隙間とかが入っちゃうね。これでちょっと例えば電源入れてみましょうか。ね。
あら、いいね。いいけど、こっちから吸い込んじゃうな。これどうです？いい感じっちゃいい感じやね。このぐらいでやっていけばね、ここから風来てるし、いいね。これはこれでいいとする、いいとする。でもどうしようかな、これを二重にしてやっても、あ、そういうことね。これ外してさ、あれ、まだ早かった、ちょっと早かった。早かった。全然早かった。ちょっと、切れちゃうかもね。これさ、これサイド塞いでようか。むしろここ、穴開けて、これ通す。ここ通そうかな。この角をさ、今ウィーンって開けちゃって、カッターで開くんじゃないかな。で、ここから出してさ、あ、でもここから出すとあれか、どうしようかな、悩むね。まあでもプロペラ交換の時にこれを外すだけだから、ここに穴開けてやってもいいけど、どうします？それでさ、この八方が、八方これ塞いじゃいいんだよ、これ。そしたらもうここの面だけでいいもんね。あ、そうしよう、その手があった。もうこんなん格好しやすいし、すぐ割れんだよね、これ。だからこれすぐ割れんですよ。こっち割れちゃってるからね、買ってきた時に。これを、これを切って、切っちゃえば。そう、これで割れるからさ。そう、なんかちゃんとやらないと、すぐ割れちゃう、これ。これでさ、これちょっとツラツラにしてもいいか。もうちょっとツラツラにしようか、ね、ほい、あ、いいじゃない、これで。これで塞いじゃおう。これも同じサイズに切って、そしたら横いけるもんね。はい、皆さん、これね、今ちょっとここ乾かしてる間にちょっとね、これ切りました。これちょっとここつけて、サイドつけちゃって、もうここの面だけ吸い取られるようにしようかなと思いまして、で、横も作って、ね、横も作って、あとね、もう作ったんですよ、この辺も作りまして、で、あと上ね、そうそうそう、あ、手具がまだ乾いてなかった、くっついちゃったよ。さあ、それでいきましょう。で、ちょっと両面テープでつけちゃえばね、なんかいい感じになるかなと思って。はい、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 よし、はい、はい、はい、よし、はい、2問、はい、どうも、はい、
どういうことですか。さあで、ここの穴に通そうかなと思いましてね、このケーブルを。で、この穴も塞ぎたいんですよ。塞ぐものどうしようかなと思ったら、ちょうどこれがあったから、これで塞いじゃおうかなと思って。ちょうど隙間合うよね、うん、合うから、これで切ってさ、はい、どうぞ。はい、うん、はい、ほら完璧じゃない。皆さん、これでここの面だけが空いてるようになりました。でね、ここにちょうどセンターがあって邪魔かなと思って、こっちとこうどうしようか迷ったんですよ。何もないからいいかなと思ったけど、意外とね、ここの真ん中が埋まってることで中心に吸い込まれなくて端っこに行くかなっていうのがあって、これにしました。ちょっとこれでね、やった方がいいかな。まあちょっと2つ選んで買ってきてよかった。あとはこっちにこれを、ちょうど入るよね、これもう完璧だよ。完璧なまでのこの作り方で、これも通せる。ほらほら、問題ないでしょ。ほら問題ない。さあそこで、ここにグイッとグイッと入れちゃえば、隙間ほら完璧です。それで皆さん、これをもう、ちょっとまだね、まだちょっと完全に固まりきってないんで、こいつをね、もうほら、ここに貼るだけでいい。ほら見て、完璧じゃない、完璧じゃない、これ、これでいいでしょ。ちょっともう興奮しちゃってるわ、これちょっと動かしてみる。ねえねえ、動かしてみる。ほら完璧でしょ、これ。ちょっとね、修行が乾いたらちょっとやりましょう。なんか気持ち、このままでもいい感じだね。ほら、じゃあこれ、これ一重だとあれなんで、二重ぐらいでやってみようかなと思います。二重ぐらいやっても、ね、奥に風がだいぶいってる。素晴らしい。はい、乾きましたんでね、これを貼っていきたいと思います。ちょっと切りまして、ここによいしょ、こうやっていくんですが、挟みながら、こう磁石があるんで、磁石で止めていきます。はいはいはい、そうですよ、これで完成ですよ皆さん。それでこのね、バッテリーつないで、コンセントを入れて、そしてこれを回すと、だよー、できたー、皆さんできました。これです、これです。後ろのダクトもね、かなりいい感じに出てるんですよ、風が。
すげえ。でこれダクトを後ろにつけてやれば完璧なんで、はい、実際はね、まあ、こんな感じです。ここで風がこうなってます。でほらすごいでしょ風が。結構風が吹いてます。お、飛んでくね。これだったらバッチリでしょ。できました。やったー。でちょっとこの辺汚れちゃうとあれなんで、なんかこういった切れ端をここに差し込んどいてね、それでここでやって、お回しはバッチリでしょね。やったー。であとは排気を外に出すね。このパイプをうまいこと、付け替えていけばいいかなと。まあでもあとはその付け替えなくても、なんだろう、外に向けてやればいいのと、あと最悪そうな、この筒なんかをこのまま刺してそのままストーンって出しちゃえばいいじゃん。こんな感じでもいいですよね。これバッチリよ。やれちゃいました。自作で塗装ブース作れちゃいました。いやー、これでもう気分よく、もう何も塗料も飛ぶことなく自由にできるなと思いまして、うわ嬉しいわ、嬉しい嬉しい。はい、まあ皆さんもぜひともこうやってチャレンジしていただけたらいいんじゃないかと思うんですけど、できました。でちょっとね、暗い場合はもう僕ここに LED ライトがあるんで、これで当ててこういけばいいと思います。まあ後輩のアドバイスでね、この辺とか結構汚れてきて暗くなっちゃうんで LED つけた方がいいって言ったんですけど、全然構わないかなと思います。これでいやー嬉しい。いやーいいでしょう。頑張りました。 DIY で、塗装ブースを作らせていただきました。まあね、買ったら高いですから、結構高価なもの自作で、100円ショップやらなんやらホームセンターやらでちょっといろいろ買い集めてやってまいりました。まあこんな感じでちょっといいんじゃないでしょうか。皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。以上、谷プラさんでした。バイバイ。やったー。いや、いいね。これいいっしょ。いやー、これたまんないわ。いや、我ながら頑張ったもん。このバッテリーとさ、このESC のスピードコントローラー。もう、モーター X ノバだからね。X ノバのモーターね。プロペラ HQ ね。5の5の3です。ピッチ深めにして、風をね、より外に出すようにしましたけどね。はい。まあ、そんな感じに。いろいろカスタマイズして自由に作らせていただきましたという感じでしょうかね。はい、ぜひとも皆様チャンネル登録よろしくお願いします。あといいねボタンもお願いしますね。ではまたお会いしましょう。バイバイ。